の動画はですね、新年のご挨拶の動画でも決意表明をねしたと思うんですけど、トリマーのね資格を取ろうと思いまして、ついに通信講座申し込んじゃいました。イエーイ、わーっていう感じで、今回は申し込んだ通信講座のものが届いたので、まあ、こういうもんが入ってるよーなり、そういったお話をしていこうかなと思います。まずね、メオチがトリマーの資格を取りたいなって思った理由からちょっとサラサラっとね喋っていこうかな。メオチ、おもちゃんを買い出してから、もう本当におもちゃんがもう我が子のように可愛くて、もう我が子だと思ってるので、メオチって結構そうなんだけど、やっぱり自分ができること、できる限りのことはメオチがしてあげたいなって思っちゃうのね、性格上。その中でやっぱり普段2週間に1回、お風呂に入れてシャンプーして乾かして、その流れでカットしてとかしてたりとか、あ、爪伸びてきたなって思ったら爪切りしてたりとか、結構あのおもちゃんの綺麗を保つために、わからないなりに、まあ、YouTube で情報を得たりとか、ネットでこう検索してやり方調べて情報を得たりとか、まあいろいろ試行錯誤しながらやってるんですけど、やっぱりね、無知識なわけよ、独学だから。だからもうちょっと本格的にトリミングのことだったりとかを、知識を得たいなと思って、まあうちはねトリマーの資格を取りたいなって思いました。その中でこういろいろネットで調べてて、メロチ普段こう見えてめっちゃ忙しいんよ。だから通うのはやっぱ正直きつい。自分のちょっと空いた隙間時間だったりとかで勉強をして資格取りたいなって思ったから、今回通信講座でいろいろ調べてて、でメロチの中で2候補あったの。ケンネルカレッジっていうところが結構大きく出てくるところなんね、トリマーの通信講座で。あとはメロチそんなに時間ないから短期間で取りたいっていうので、いろいろやっぱ調べてたらヒューマンアカデミーかな、その2つが出てきたから、その2つで悩んで両方資料請求して、いろいろどっちにしようかなーって、何ヶ月ぐらい悩んだっけな、3ヶ月ぐらい悩んで、でやっとね決めたのが、今回申し込んだ、じゃじゃーん、ケンネルカレッジ。なんでねこっちにしたかって言ったら、やっぱり大きい、ここは見た、やっぱトリマーさんの通信講座といえばここでしょみたいな感じで、やっぱ大きく出てくるっていうちょっと安心感だったりとか、その通信講座で資格なんて取ったことないからさ、メロチ分かんないじゃん。だからなんかやっぱ大きく出てくるっていうのと、あとは電話で問い合わせした時の対応がめちゃくちゃ親切ですごい良かったっていうのと、ここは資格を取った後とかもこうなんですけどどうですかとか、そういうサポートをずっとしてくれるっていうのが特権らしくって、それは今後すごいいいかなって思った特典だったんで、ケンネルカレッジにいたしました。でその電話で問い合わせした時に、もうその流れで、あ、じゃあもうお願いしますみたいな感じで申し込んだんだけど、申し込んで2日後に届いたんで、結構迅速に届きます、教材が。日本ケンネルカレッジの資料を見ていくと、そのワンちゃんに関して、例えばトリマーさんだったりとか、ドッグトレーナーだったりとか、老犬介護士養成だったり、動物看護師だったり、結構いろいろねあるので、まあメロチが取りたいのはドッグトリマーなんだけど、そのドッグトリマーっていうのも基礎講座っていうのが、まあ8万ぐらいの講座があって、でそれとマスターコースのドッグトリマーっていうのがあって、それがまあ14万くらいで、この2種類で悩んだの。8万の方だと、その14万の方の半分ぐらいの教材の内容なんだって。期間としては3ヶ月くらいで
取れるような資格なんだけど、まあ基本ベースはまあやっぱりハサミの使い方だったりっていうのがベースの教材なんだけど、メロツやっぱりこの足裏とかも普段切ったりしてるんだけど、やっぱりおもちゃんがもう爆睡してて全然動かない時にちょっとこうコチョコチョって切ったりとかそうやってしてるんで、やっぱ足裏とかもその台でちゃんと切ってあげたいなみたいな感じなのもあって、足裏とかもやり方を知りたいんだったらその14万の方のコースっていうことだったんで、今回メロチはこの14万の方のマスターコースドッグトリマー養成専門講座っていうのにね申し込みました。実際ねどういうような内容が入ってるのかっていうのはなかなかね頼まないと分かんないと思うんで、ちょっとみんなと一緒に見ていこうかなと思いまして、今から開封していきます。これちなみにさ、でもさ5ヶ月くらいで取れるような内容らしいのね。大丈夫かめっちゃ本当時間がないんだよね、あんまりこんななんかのんきにやってるけどいけるかな5ヶ月で。まあでも最悪メロチの中ではまあ資格が取れなかったとしても知識が自分に得れればいいから、別にメロチがドッグトリマーになってお店開きたいとかそういうのは全然なくって、ただおもちゃを綺麗にしてあげるのに知識が欲しいなっていうだけだから、まあ最悪ね資格は取れなくても知識さえあればいいかなっていう感じなんだけどね。お、結構一個一個すごい丁寧に梱包されてる。やばい、メロって永遠の18歳だけどさ、ほんとさ脳が衰えてんのか最近本当になんか勉強系頭に入んないんだよね。リュウちゃんのさ勉強とかもさ、やっぱたまにさこうチラッと見たりするけど全然わかんないし、リュウちゃんがなんなら問題出してきたりするの、メソポタミア文明がどっち起こるちゃうでママ打てるみたいな、全然覚えてないし全然わかんない、やばいね永遠の18歳の脳の衰え。はい、まずはこちらオリジナルテキスト。うわー、メロチこういうさ申し込んどいてないやけど教科書みたいなさ活字いっぱいのものすっごい苦手なんさ、なんか基礎編とか応用編とか、結構これページで言えば何ページぐらいあるんだろう。基礎が50ページぐらいで応用がまあ50ページ弱。なんかワンちゃんに関しての教養なのかな、これは。これも60ページぐらいかな。教科書みたいなやつがあります。こんな感じで3部入っております。そしてがダブイダーやじゃん。これは2本かな。梱包めっちゃ丁寧やな。はい、2本。そして課題とかご案内がまあサラサラっと入ってて、あとは犬学だって。へえ、こんなんあるんだ。わあ、活字いっぱい。愛犬飼育管理士教本、法律みたいなんがめっちゃいっぱい書いてある。あとはこちら、最新犬種図鑑。へえ、すごい、結構厚みのある図鑑。こんな感じかな。ちなみに課題は、6回あって、認定課題が1回だって。でもさ、やっぱりさ言ったからにはさ取らなきゃだよね。あとこれもう一個なんか届いてたんだけど、これなんだろうな。あ、びっくりした。わー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 ちゃん。これ切るの？まあ、ちょうどおもちゃんぐらいかな、いい大きさかな、似たような大きさでおもちゃんぐらいかな。こんなのが届きました。あとはなんかスターターキットでハサミとかスリッカーとかコームとかそういうのがいただけるみたいなんですけど、ただちょっと今ね納品が遅れているため1ヶ月ぐらいかかっちゃうって言われたんで、ちょっとまだそれは届いてないです。はい、そんな感じかな、入ってる中身としては。で、まあ、メロチまだ、今開封したばっかで、もう全然ワンちゃんのこのトリミングに関する知識だったり、こう、ドッグトリマーの資格を取るにはどういう流れでやったらいいとか、そういうのもあんま分かってない状態なんで、ここはちょっとね、おいおいやりながらね、学んでいこうかなって感じでございます。はい、
まあ、そんな感じで今回ねトリマーの資格頑張って取りますよっていうのと、通信講座で申し込むとこんな内容届きますよっていうねご紹介でございました。ということでまよちゃんもうこれからはね空き時間でお勉強をしていきたいなと思います。まあ、もしね、私もキャンネルで資格取ったよみたいな方がいたら、ぜひぜひコメントでどんな感じだったか教えてください。はい、ということで、よかったらチャンネル登録と高評価、やらめろーバイバーイ。ふーちゃん見て、あれ何？お友達おるよ。ふーちゃん、これ何？あ、かわいい、かわいい、かわいい、大好き、大好き。おもちゃん。